あの何人だっけ、外人のインタビュー切ってたじゃないですか。確かにあれ面白かったのに。すぐ中身入った方がいいんで、すぐ降りたの焼きまんじゅう行くって出した方がいいですよね。待ってらんないっすよ。そのさ、あいつの気持ちどうする。そうそう、あいつってアカウントなんですかって聞いたんですよ。あいつの気持ち、あいつのダンラージの気持ち編集しながら、いやもう底切りしました。湧いてたじゃん、あの時現場が。あ、こんなハプニングあるんですよみたいな。ねえ、こんな時間に火事起きますよ。朝の気流は騒がしいですよ、おじさん。あとあれっす、そのいいっすね、番組の中で、うん、続けんの。YouTube だから続けていいんじゃないですか、その音でも。番組の中でそのジョイさんが人気者って見せない方がいいかな。それは別に見せてくれてもいいっすよ。俺見せたいっすよ。いや、見せない方が、あの日は良かったっすよ。その、だって最後本当うまくいかないっていう終わり方なんで。だけど人気のさ、おじさん見せた方がなんか、あ、そう、違う違う、なんかそのテレビ的なんですよ、やっぱなんか。もう狂ってるわ。されちゃってるから。いいとこ見せた方が、もしかしたらこれだって俺たちスポンサーつけたいとかあるから。そうそうそう、あ、ジョイさん、いやいや人気なんだとか。とか。ちょっと。ありますか。何台行くの？3台行ってます。まだ10時前ですよ。使ってもいいんですけど。あとで数値出るす、公開したらどこでチャンネル見て離れたかっていうグラフが、うんうん、離れますよ、絶対ダンラージ。あ、ダンラージ、ダンラージがやめろしとか、あとそのただの人気者みたいなとこ絶対離れますよ。最初にどこ行く、何やるっていうの見せない。気にならないの。早く耳は大丈夫です。別に使わない。耳鼻科行こう、一軒目、ね、使わないからいいだろうみたいな感じですよ、一体。うわ、まあ、使わないよ。使ってるよ今のとこ。使います。え、使おうよ。そうですか。これがだってもうこの番組の醍醐味ですから、みんなでブーブー言うっていう。でもさ、やっぱタレントじゃないですか、ちょっとそのね、人気感見せたいというか。それはね、大事。それは見せたいっすよ。見せたかったっすか。そうそうそう、だって群馬をね、やっぱ人気にさせたいっていう、こうやっぱモチベーションで始めてますから。県民に愛されてんだなっていうの。あれっすね、その僕がもしかして、うん、ちょっとかかりすぎてたのかもしれないですね。いや、ありえる。そのだからかかっちゃってんの、うん、いや、これじゃあ誰も見ないだろう。そうそうそう、うん、そのやっぱ当てようとしてほしくないわけよ。早く焼きまんじゅう出さなきゃみたいな。焦ってますよね。焦ってるっす。2時間の歩きがやっぱキューってなってる。俺たちの2時間焦ってるんだろうね。8分になるって。今んとこロケ、マジで撮れたのが必要なのも、何も食べれてないし、怒られてるわけだよ。何なのよ。だからこれ、2回目のロケじゃないですか。で、まだこの時点で1本も公開してないじゃん。公開するんですよね。そのプライベートでおじさんたちが集まってるだけになってるから今。そうそう、この2じゃなくしてくれって言ったの、俺はもうずっと。1でいてくれって。いや、2でいいんですよ。1でも1じゃ俺やだ、だから言い訳が欲しいから。言い訳の2だから。なんでなんすか。すません、自信持ってやれよ。俺と何言ってんすか。自分でだって YouTube やりましょうって話したの。俺は本来ここにいるつもりだったの。いや、だからそれだと俺もだからやらない予定だったんで、そうするとだからこうなっちゃう。やろうっつってんだから。僕らは上げてもいいですよ、もう全然。なんで上げないの。できてるんで。なんで上がんないの。あれっすよ、細かいところ言うと、そのヒカルさんのチャンネルにジョイさんがお邪魔して、うん、それに合わせようっていう話ですよね。あ、一応ね。そういう活動してるんですか。活動っていうか、呼ばれたんで、ヒカル君の YouTube に出させてもらって、せっかくなら公開時期合わせて、まあ、俺の方にヒカル君別に出ないからあれだけど。いずれね。あ、全然ギブアンドテイクになってないやつ。なんかだから URL 貼り付けてもらえるんですよね、ヒカルさん。概要欄にね。本当は出てもらうのが一番いいです。そういうのも考えません。ヒカルさん行きます。都内で、いや都内で撮れる。なんか全部群馬から。で、そうすると来ない。だからで、そう、僕だってそれこそ堀口教授選手も今度 YouTube 一緒に撮影するから。群馬、うちはもう群馬だから。これはもう群馬。え、そういう人たちとはじゃあ、だもん、来てくれるなら、来ていただけんだったらいいですけど。むずいっすよ。ねえ、いや、よさ PR してもさ、ヒカル君とか2時間かけて来なくない。なんだ。あ、出ました、キリュウ、焼き節です。何これ。焼き節ですよ、これ。大事な話してる時にさ。え、これで9時58分っすよ。10時スタートでしょ。ちょっと巻きで巻きで始めてんの。キリュウは大体10時。まあ、でも俺らしかいないしね。
何かが早めに押したんですか。今日は桐生駅来てます、はいね、群馬といえばですね。群馬といえば桐生、高崎に続いて桐生です、ね、今日は高崎に続いて、え、2回目でもう桐生なんですか。あれ僕は割ともう桐生方面に住もうかなと思ってるんで自分のリサーチで来てます。そう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 、だから高崎でもうちょっとやった方がいいんじゃない。いや、高崎がなんかあんま知らなかったですよ、ね、あれ知ってたじゃないですか。店も全然やってねえし、え、知ってたじゃん、いろいろ情報出したじゃないですか。焼きまんじゅうもやってないし、ほとんどやってなかった、ね、今日はやってっかもしんねえじゃないですか。あと、あの渋い喫茶店も取材中だったしまさかのオールカットでしたね。ちょっとああいうのなんでさ、オールカット材料あるのに。いやいや、本当に本当に見ないですよ、10分超えたら見るよ。光くんの動画2時間とか、いや、そう今長いですよ。光さんですよ、ね、2時間光さんですよ。そうだ、光さんじゃない、光さんじゃない。高崎前橋と桐生ってちょっと結構違うんですよね、エリアが。なんか桐生と太田って違うんですよ、行かないですよね。どうしよう、仕事できたら。桐生と太田、どういう位置づけですか。位置づけというか、だから高崎の人は前橋とかそっちで、要はグルメも何もかも完結しちゃうから、はい、こっちに来る本当に理由がそんなないというか。東京でいうとどんな感じですか。池袋です。あ、でもそう、袋行かないじゃないですか、意外と。まあ、渋谷にいりゃ、そうで、そういう感覚かもしれないですね。桐生、ひろみさんの作った日本刀が飾られてますよ。どこに。この辺です。全部、ひろみさんが作ったんですよ、知識が。日本刀、知識がずっとふわふわしてるんですよね。いや、今日大丈夫かな。いや、じゃあ目標何ですか、何探すんですか。スポット4つ4つ1つ気分なんか来た、また来たからこれ他の東南アジアの国みたいになってません。いや、僕はこういうの好きですよ、あのハワイっぽいというか、うん、あ、遊園地にいるんだ。え、遊園地あんの。あります、遊園地あります。あ、遊園地行くのみんな、はい、え、なんていう遊園地。あの違う、あの、岡公園っていう、あの、動物園。動物園、え、これはどんぐらいのペースで走ってますか、このピンクの車。1時間に1回です。1時間に1回、10時半に来るので、これ、裏が地図になってる。あ、地図と時刻表と、はい、ありがとうございます。え、で、遊園地と動物園があるんですか。はい、遊園地と動物園くっついてる、一体型。はい、そう、右と左では、道の右と。遊園地無料。はい、そうです。遊園地何があるんですか。バイキングとか、うん、いろんなのあるんですよ。10円だったね。10円50円だっけ。ジュナパークいるやん。動物園は完璧無料です。あ、そうなんですか、めっちゃいいじゃないですか。結構ワニとかね。動物園バカにできないですよ。あら、バカにしてないですよ。なんで俺たちがその動物園バカにしてると思ったんですか。全然バカにしてないですよ。後ほど乗るかもしれない、すみません、お願いします。ありがとう、みんな楽しんできてね。はい、ではね、来ましたね。だからあのここで俺らのあの20分ぐらいの無駄しゃべり、無駄じゃなかったんですよ、情報につながったから。ちょっと聞きゃよかったっていうのもありましたけど。いや、でもあのバス取りたかったでしょ、あれ。いや、あそこなんですか。ちょっと行きたいです。どれ。サバゲー。あ、サバゲーグッズ。へぇー、どう。違う、10時にさっきシャッター開けてた。あんまこういう家多いですよ。あれもいい、あれ開いてないですね。そうですよね、だいたいこのロケで人が開いてないんで大丈夫ですよ。で、商店街こっちでしょ。どうする、商店街行きます。サバゲーいいんすか、帰ってくるでしょ。見ようよ。あれ今から、もしかしたら。いいっすね、この駅で来るサバゲーの店あるっていうもの。でも、まあ、あれな、キャラクがまたあれなんで。え、あ、そうか、戦いの準備をしろってことですよね。あの、ちゃんとクローズドって書いてほしいよ。大丈夫ですか。あ、やってないんだ。10時半からです。すいません、
あ、おはようございます。あ、すいません、10時半からですよね。10時半です。ちょっと待ったら、あれ YouTube の撮影やってるんですけど、はい、少し中撮ったりって大丈夫ですか？ダメですか？ YouTube です。僕の YouTube ですね。ジョイって言います。ジョイ、え、あ、ジョイさん。あ、そうです、そうです。お、びっくりした。こんにちは。びっくりした。え、お、え、ジョイっぽくなかったですか？顔ちっちゃ。そうなんですよ、顔ちっちゃ。今桐生でちょっとロケやってて。すごいですね。はい。でちょっと駅前でいろいろ聞き込みとかやろうかなと思って。あ、鳥肌立っちゃったって言ってくれた。びっくりした。本当ですか？顔ちっちゃ。10秒15秒ぐらい絡んでも全然気づいてなかったじゃないですか、僕って。いやでも一瞬、いや、えって思いました。でもあれ、もうちょっと桐生にいるわけないと。そうですね、いました。そう、今日ちょっと撮影スタッフと来てて、はい、はい、でよかったらちょっと無線とか全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか？もう 今からでも、だもうオープン前ですけど。あ、本当ですか、はい、ちょっとお店取ったり、ちょっとお兄さんに桐生の情報聞いたりいいですか？あ、もしすいません、いい、ありがとうございます。すいません、突然ありがとうございます。行って使わないでしょ。使わない使ってなかったでしょ。だって早送りしてたのバレました。バレたから。これもサクッと。なんでまた桐生でサバゲーのお店なんですか？社長が桐生出身の方で、町おこし、あら、やっぱり地元愛が強くて最高。元あってはバイク品店です。そこの新規事業、いろいろ総合商社のエレベーターやったり人材派遣やったりとか。そんなもろ手広くやられてるんですね。でも桐生出身の方なんですか、社長は？そうです、社長桐生出身。スポンサーになってもらおう。山口監督がプライベートで買ったらいいんじゃない？行くことありますか？銃。なんで銃わからないんですか？僕の、いや、もう買って、じゃあ2人で今日銃持ってロケやってみますか？怖い。いろいろ来て、成瀬心美さんってセクシー女優さんですね、もともと。あの、フェイスコンバットっていう雑誌にお店紹介してもらった時に成瀬心美さん来てくれて、でも群馬出身の日本一有名なサバゲーマーですね、PO さんって。日本一有名なサバゲーの人が群馬出身なんですか？そうですね。すげえ勝負したいですね、うん、この方も YouTuber ですね、吉和さん。で、今日来るこの画伯さんっていうのは今日いらっしゃるんですか？出店があるんで、はい、自分でオリジナル商品作ってこれタッチとか来るし、YouTube やってます？画伯さん、画伯さんやってないですよね。よろしく、初めに立ちましょう。すぐなんか乗っからとするんじゃないよ、もう。すぐこれ勝手にコラボしたいいですね。YouTube やってますね。みっともない話なんですね。人の力を使って俺たちはでも伸ばしていきたいけどね。うわ、すげえ。今人気があるのはやっぱりこういう BCM っていう。BCM、はい、うわ、重たい。いや、これがね、軽いんですよ。え？重いっすよ。これが軽いですね。え、じゃあ重いですよ、本当に。思ってみて、思ってるより重いですよ。僕、サバゲーやるんです。はい。もう気持ち重いですよね、あの、次世代とかになると、ね、そう、次世代、あ、よくご存知。はい、これ軽い方なんですよね。結構映画とかでも、あの、よくアマゾンプライムとかのそういうドラマとかでもこの銃使われてて、そこで一躍有名になっちゃったみたいな。これだって何も入ってないですよね、大丈夫ですか？入ってないです。入ってないんですけど、もうマナーとして、モラルとして、よりが指をかけない。これ最悪だったんですよ。本当にごめんなさい。M249 ですね。 M249、はい、これ僕も昔持ってたんですけど、僕が買った海外製のやつはもう全部鉄で重くて持てないぐらいの。これでも相当重いからね。うちの猫より重いもん。うちの猫より。おい、いいでしょ、いいでしょ。ちょっとテレンスリーみたいになってます。大丈夫。え、これでマガジンを、はい、入れていただいて、はい、はい、ちょっと持って、それでチャージングハンドルをガチャって入れてください。チャージングハンドル、これ、はい、知らないですよ、技のチャージングハンドル、はい、これで、ジュウさん、このストックをですね、ここに当ててもらった方が打ちやすい。はい、二次剣。そうです、そうです。二次剣っすよ。二次剣。うるせえな。引いていいですか？お、すごい。うまくないですか？めっちゃうまい。ほら、もう相手おしまいでしょ、これで。さようなら。
お、すごい。ハンドガン持ちますか。あら、ハンドガンちょっと CO2 ガスのハンドガンなんですけど、ハンドガンはね、ハンドガンあるんで面白いですよ。いいですね、俺ジャック・バウアーめっちゃ好きなんで、はい、とかジョン・ウィックとかああいうことか。白いね。大丈夫か、これうまくいってんすか今。想定外ですか。これ想定外でしょ。想定外かい。爆発はしないですよね。爆発はしない。離れた方が良かったら言ってくださいね。大丈夫です。煙噴射してましたけど。大丈夫です。煙噴射してましたけど。これは何ですかね。あら、こんにちは。こんにちは。あ、おはようございます。遅れた。遅れた。なんで遅れたの。寝坊しました。僕が今この誰か分かります。あ、感じております。ありがとうございます。ユージですよ。ユージじゃないです。本当に飲み会飲み会の雑な社長のいじりやめてください。ユージだよ。今泉さん、これカメラ回ってなくても怒ってないんですか、この遅刻は。いや、でも来てくれてよかったなって。今日日曜日なんで。どこにで、でこれマガジンまだ入ってませんので入れて一回マガジンどこに。あ、そうですね、ここに入れて、ここにガチャって入れてやって打てます。はい、はい、どうぞ。マガジンを入れる。マガジン入ってる。逆じゃないですか。え、ちょっとやばい。そうでしょ。やばい。え、合ってます。霧ヶ丘遊園地が一番合ってます。ちょっと本当怒られる。やばいやばい。どうしました。ちょっと待って、怖いです、怖いです。マガジン入ってる。逆じゃないですか。え、ちょっとやばい。ちょっとすいません。はい、マジでなんかごめんなさい。向き合ってます、僕入れた。こっち向けないでよ、おいさん、怖い。あとすいません、入ってます。あ、入ってます。よかったよかった。マガジンバンバンついてないです。え、ほら取れない、もしかして。これもつけます。あ、ここからつけるんですか。これ取れます、それ。おかしいですよね。もう言われた通りに、はい。なんかでも引っかかりはありましたね。それをグイグイ入れてたね。入れてないって。なんかちょっとガシッとなってましたよね。変だなとは思いましたよね。いや、入んないなと思いましたよ。で、力ずっとやってないって、ほんとに、はい、ほら、大丈夫、危ねえ、危ねえ。ほんとに今、全員ではなんか俺に買い取りの方向に持っていこうと故障買い取り。あ、こちらってですね。え、嘘でしょ、企画が違ったんですか。こちら、俺、全然違った。まずみあんたじゃねえか。こちらです。大丈夫ですか、これ入れていいんですね。こっち向きっすよね。大丈夫です。向き合ってるよね。OK。これでカチャって引くんでしたっけ。引く。え、これ待って、両目で見ると何を見るの。ちょっと待ってください、すいません。何を見るの、両目で。あ、バッテリー変えた。あ、ちょっとお待ちください。バッテリー変えた方がいい。デバイスが高温で3秒後に停止しますって。え、これ、待って。これって、これ肘つかないと。じゃあちょっと、失礼しますね。これは、肘つかないって方がいいですよね。これで、どう見るってこと。あ、こういうことか。間に、ん、マッシュ、はい、手を回した方がいいです。いいよ。そうです。それで見てます。両目の間に入れるってどういうこと。あの両目で見た方がいい。片目つぶらない方が。え、どこを見るんですか、両目で。正面。え、あ、向こうを見ればいいってことですか、はい、いいですか、はい、打てよ、早くとかやめてくんない。いや、なんか俺今カメラトラブル起きてたから。全部みんなイライラしたんです、多分。ちょっとすいません。ちげえじゃんか。だってそっちがさ、カメラのなんか高音で3秒がどうこうって言ってたから、それ待ちで聞いたんじゃないですか。大井さん、ちょっと待ってよ。すいません、すいません。ちょっともう打ちましょう。ここ出てるんですけど0点で、こうか。今ね、だいぶ左に行きました。完全にまっすぐ狙ってるつもりなんですけどね。どこ向いちゃってるのか分かんないですよ。今、的が小さいんで、実際はサバゲーって人に当てるんで、まあ、そっか。そうですね。
もうちょっと的でかいから10点目指すわけじゃなくて人の体に当てる当てに行くゲームなんで、まあ自分の中の感覚を覚えられれば、そうですね、だからさっき軌道も見えてくるそうですね。で一番最初にあのテレビのそのモニターに当たればいいですよってのはそういうところで、10点当たんなくてもあの距離でテレビの、うん、あのこのモニターに当たれば人には当てられるなっていうので、はい、そうですね。大井さん買い物してない？一人で集中して、はい、喋ってるから終わりました終わりました。ちゃんと感想トーク言ってたのに、ヘルメット一人で見に行ってさありがとうございます。めちゃめちゃ気さくっすね。すみません。気さくですよ、めっちゃ。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。こちらこそ突然すみません。いやいやいや。先に来てすみません。すごい。え？どうしたんですか？でも大丈夫。遅刻はしてないから。そうそうです。さだちゃんが。この後怒られるかもしれない。この後ね。おじさん、見て。お。来た。看板。やば、ほら超うまそうなのばっか並んでますよ。あ、こんにちは。すいません。ジョイあ、ジョイです。こんにちは。やばい、このソースがもうちょっと爆裂にうまいですよ。あ、うまっ。え、マジですか。あとマイちゃんの。あら、妻のインスタも。そうです。めちゃくちゃ嬉しい。そんな人いるんですかじゃねえよ。本当ですか？